さすがに。さあ続いて出てきたのはドライさん。ドライさん、そうだ、告知しておかないとね。1月、来週、再来週ドライ組手らしいんで、皆さん全員集合。ドライさんのお年玉大放出祭りを行いますんで。そうで、ゴミだと思って捨てていかないでください。そうです、それだけ捨てるのがね、めんどくさいんで。それだけ注意事項です。ちゃんと持ち帰ってくださいね。はい、ちゃんとゴミ、いや本当本当ね、いらないものを渡されるときあるんですけど、はい、捨てていかないように。はい、本当にゴミしかないですが、なんかゴミじゃないやつも中には出てくるんで、そういった新年の一発目の運試しに時間がある人はぜひ、いつもの東西線の時間で行います。よろしくお願いします。お土産、はい、どれ、やったよ、来た、あーすげー、見て、あーそれは富永さん、これこれこれ、ちょっとドライさん好きになったんじゃん。ドライさんありがとう、大好き。ドライさん大好き。味噌汁だね。しかもさ、俺がさ、しじみっつってんのにさ、カニ バージョンアップしたカニになってる。カニになってる、ありがとう。あ、落ちた。まあ、カニでもいいでしょ。カニでもいい、オッケーオッケー、うん、まあ、カニ汁とかね、たまに食うとマジうまいからね。提供入れようぜ、これどこだこの会社。信州一味噌。お、社会秩序さん、200円ありがとうございます。富永さん、年末安全祈願。あ、年末、そうだね。俺もサードの社会秩序守るわ、安全に。安全に、安心安全と信頼をお届けする。実績の富に警備保障。さあちょっと安かったか。カードをバースト。さあまさかここからいっちまうのか。うわあ、うまい、ドライさん、うまいじゃねえか。じゃあちょっとあれだな。本日の東西線の提供は信州一味噌株式会社の提供でお送りしております。あ、これもやってねえじゃんね。これ誰、これパチカさん。あ、パチカさんのお土産。そしてもう一個あります。こちらは大阪イカ天かき揚げ風せんべいですね。いただきました、イカせんべいいただきました。ここからの東西線の提供は株式会社坂津の万角総本舗の提供でお送りしております。職人ありがとう。これうまそう。パチカスさんのお土産、いつものお土産のところにありますんで。そこにあるんで、皆さん食べてください。早いもの順ですよ、食べてください。そう、削っていく。さあソバットってか、なんでソバットってダメージあんな低いんだろうな。安全運転モードですね、これは。そうだね。さあ時間がないよ、ドライさんと。どうすんの、ドライさん。危ねえ危ねえ危ねえ。おい、バースト。どうすん。あ、でもよかった、いい勝負だった。いい勝負。